志田豪商のソラ TV の時間でございます。今日はなんと運気が A プラスでやってまいりました。なぜならば来る前に大好きなきつねうどんを食べてきたんですね。なので絶好調モードで開局の方に入りたいと思いますけれども、今回は開局で要注意ですね。時間切れでパッとつもぎられちゃうのが問題なのでと思って、いたら対局はまだできない。皆さんがつまらねえよって言っている質問の時間ですか。はい、やらせていただきます。今日もどんな質問が飛び出すことやら笑ってやってください。それでは早速質問させていただきます。岸田さんは B 型ですが、はい、B 型です。B 型は一番麻雀に向いてる血液型ですか。それは間違い、一番向いている血液型かもしれませんけれども、強いということになるとちょっと違うかなっていう感じですね。向いているっていうのは、その B 型が麻雀プロになりやすいという状況から判断すると向いてるんですね。なぜなら B 型はまともな路線を歩いていかないタイプが多くて、麻雀プロなんかなっていいのみたいな風潮が一昔前までは強かったにもかかわらず、どん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 プロになっていく人の中に B 型が多かったという研究から、もしかしたら B 型が一番麻雀に向いてるんじゃないかなっていう錯覚をファンの皆さんはお持ち。しかも目立つんですよ、 B 型のプロっていうのが。あっちにもこっちにもいますけれども、だけど私が一番麻雀に向いているというのは A 型だと思いますね。 A 型はやっぱり同じことを、同じ強さをずっと発揮し続けられる。 B 型はデコボコっていうか落差がありすぎて、いい時はすごくいい状況の状態で麻雀打てるんですけど、気分が乗らない時はこんな感じで、やってるという。私のこのソラ TV 見てたらお分かりだと思いますけれども、対局してる時でも気分が乗ってない時なんかも全然つまらない男になってますから、そういうことなんですよ。では A 型の代表選手どなたか挙げていただけますか。それはもうね、最高位というタイトルを10回、これ同じタイトルを10回取った人なんて世の中にいないんですけれども、麻雀のねタイトルを、同じタイトルを飯田雅人さん、もう天上人になられましたけれども、そして屋良正義さん、そして、私の尊敬する桜井翔一ジャンキー A なんですよ。これもう本当にね、プロのお手本になる人たちばかりだと思いますけれども ね、やっぱり A だな、はい。じゃあ次の質問です。はい、今まで麻雀で戦った人の中でプロ以外で面白かったなと思う人はいますか。2人おります。一人が片山正幸先生、B 型。もう一人が、2022年、本年亡くなられました、久我智志さんですね。もう全然違うタイプなんで、片山先生は、面白くおかしい作品をたくさん作ってましたけれども、本人の麻雀は至ってつまらない麻雀でございまして、平凡そのもの、オーソドックス、ね、基本から外れない、よくそこまでちま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 した麻雀が打てるなっていうぐらいちゃんとした麻雀、これはちゃんとしてパイリンに忠実に、どこがオカルティなんだっていうぐらいまともな麻雀をされてて、にもかかわらず喜怒哀楽がない、ね、B の人って割と喜怒哀楽多い人多いんですけど、片山先生はどんなに負けてても同じ雰囲気で打っていただけるんで、この喜怒哀楽の激しい私としては非常に温まるというかですね、一緒に打ってて、麻雀っていいなって感じさせてくれる人ですね。で、久我先生はこれ変わってるんです。本当に突き詰めてるんだなって、麻雀の向こう側まで行っちゃってるんじゃないかなと思うぐらい、変なところで考えて選択してくるっていうか、そこで考えるのっていうぐらいなところでこちらにクイズを出してくるような打牌をするので、
本当に面白かったですね、一緒に打ってて。あの麻雀そのものがどこか連れて行かれちゃうような、あ、違う世界に連れて行かれちゃうような面白さがあって、え、また打ってみたいなって思ってもね、僕もあっちに行かないと一緒に打てないんだなっていう寂しさがありますね。須田交渉の空テイビーの時間でございます。今日はどんな質問かな。チート打つだといいけどな。チート特集やった。はい、早速です。チートイツは、土田さんはロン上がり狙いですか、それともツモ上がり狙いなんですか。あのチートイツをリーチかけてロンで上がろうなんていうのは間違ってます。チートイツはロンで上がりたいならやめて、リーチをかけたら積もる、この2つに1つです。ですから私がリーチチートイツでかけた場合には出ないでって思いながらかけてます。積もるから。そうなんですか。はい、それは驚きました。え、なんで。いや、普通の人はもう上がれれば出上がり上等、積もったらラッキー。あのね、チートイツってね、芸術的な作品なんですよ。これは自己完結しないとダメなんですよ。他力はダメなんですよ。自分で最後まで絵を描き貫くっていうね、これは美学、チートイツの。だから積もらなきゃならない、リーチかけたら。ロンで上がりたいときは黙って、はい、出ましたってやればいいんですね。はい、相手からかかるリーチ、お、これはチートイツだなと、土田さんは見抜けるんでしょうか。大体ね、チートイツかかってくる10本のうち、8本から9本は分かります。1本ぐらいは分かんないですね。それぐらいチートイツのリーチは僕にとっては分かりやすいリーチです。闇点はちょっと分かりづらいんですけど、あ、チートイドラドラの闇点は結構打つんですけど、リーチ、チートイドラドラってほとんど打たないです、チートイツだから。で、人はチートイツなんかほら1球自敗で待つじゃないですか、筋とかね、あと馬強の壁の外側とか、だから打たない。チートイツのリーチは分かりやすいですよ。それはもう捨て牌のトーンプラス自分の手ですね。あの瞬図ができない感じで手が進んでたら、まずはあ、チートイツのリーチかかりそうだなと思うんで、リーチってかかったら、あ、チートイツじゃないかなって思います、ね、もう土田さんがちょっと話してしまったんですが、闇点のチートイツは見抜けますかという質問も来てたんですけど、これがね、はい、オーラで気づくときは結構あるんですけど、ふがふがオーラ、俺はドラドラチートイだよみたいな、はい、出せ出せ出せって目が血走ってる雰囲気の時には分かるんですけど、ただのチートイツは分かんないですね。だってそんなに上がりたい手じゃないじゃない、リーチかけてないから。だからまあ出たらラッキーぐらいで1600とか2400で待ってるんですけど、それはちょっと分からないですね。それがまた意外な街が多くて、切れなかったからとかいう理由で短期で待ってる時もあるし、これはね、だから上がりやすそうな街ならリーチ来るんで、そうじゃない街で待ってるんで分からないですね。チートイツだな、え、違うかもなとか思いながら、ふわっと切るとロンって言われたんです。で、時にチートイツドラドラの時があって、そのオーラを消す人がいるんですよ。悪い人がいて9600じゃないよってやってて、パッと切るとロン9600って言われたもん。その日は1日麻雀になりませんね、私傷ついちゃって。すぐ深く役満打つよりも傷つく、チートイドラドラの闇点に応じすると。土田さんの場合、はい、その天敗気配っていう、土田さんオーラとおっしゃいましたけど、それは消せるんですか。だってリーチしちゃう、チートイ。あの闇点するときは弱ってるときなんで、オーラが出ませんね、そもそも。そもそも弱いんで、弱ってるときなんで、みんなノーマーク、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。